この巡り合わせはプロレスの神のいたずらか、それとも運命か。2年ぶりに三冠王者宮原健斗が帰ってきました。三冠ヘビー級王者宮原健斗、全日本プロレス50周年イヤーのシンボルとして迎える初陣。紆余曲折あってこのベルトが僕の手元にある。この50周年イヤーはやはりね、プロレスの神様はお前がやれと言われてると思ってるんで、このミスター三冠チャンピオンが引っ張る年になることは間違いない。俺が引っ張りますよ。挑戦者、大日本プロレスアブドーラ小林。ちょっと待てよ、なんだこれ。とこの挑戦者っていうのは、俺挑戦者じゃないからね。で俺も大人だからね。俺が王様だとは言わないけど、せめて暫定王者でしょ。一度は挑戦が決まっていたものの、前三冠王者ジェイク・リーの負傷による王座返上により挑戦は流れてしまった。その後、小林を除いた4人による王座決定トーナメントが開催され、宮原が三冠王者となった。多分全日本のファンも宮原ファン以外は王者として認めてないでしょ。実際のところ身内トーナメントを勝ち残っただけだからね。アブドーラ小林がいる時点で満場一致はなりませんから。チャンピオン宮原健斗、チャレンジャーアブドーラザ小林、どちらが勝つことを横浜の皆さんは望みますか。宮原健斗、アブドーラザ小林。当たり前じゃないのかねえ。まあ宮原も所詮俺の前では裸の王様なんだなと思いますよ。まああいつの化けの皮を剥いでやると思いますよ。はい、自分のペースに持っていくのは非常にうまい選手だなとは思いますけど、ただ認めたくはないですよね。生理的にいろいろ思い返したんですけど、あれほど生理的に無理な人間と戦ったことはないですよ。うん、やっぱ試合が決まったらね、その人のことを多少リスペクトしてリングに上がるんですけど、アブドーラザに関してはマジ無理な感覚があるんですよ。うん、これまでさまざまな選手から嫌悪感を抱かれてきた王者宮原、その宮原が嫌悪するほどの小林の存在感。ぶっちゃけピンチでしょうね。ただね、このピンチを乗り越えて最高の試合をして三冠王者宮原健斗が帰ってきたんだなというところをね、本当に日本全国のファンに知らしめたいなと思いますね。宮原の三冠戦に外れなし。どんな相手とも名勝負を繰り広げてきた。しかし今回は宮原にとって史上最大の難敵。アブドラザ小林との関係はもう今日で終わり。もうあいつの心も今日試合終わった後にはもうね、宮原健斗とやりたくないって思うと思うんで、今日で全ては終わり。最大の難敵を相手に三冠王者宮原の初陣が始まる。大日魂は負けないからね。ね、そう、またこの曲知ってる？セクラ流してミュージックスタート。この曲が流れてきたら皆さん上がってくるでしょ、気分が、ね、この気分を上げたままリングに上がって、あいつの世界を全て崩した上でアブドーラ小林の時代にしようと思います。待て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 、なんだその曲は。みんなが俺の入場を待ってんだよ。宮原健斗32歳ラストマッチ&初防衛戦、極上の空間を堪能ください。それでは三冠ヘビー級王者宮原健斗の入場です。
イター三冠のベルト、そう簡単に明け渡すわけにはいかない。今年は全日本プロレス50周年イヤー、そのど真ん中に立つのはこの俺だ。それはこのベルトとともに。こんなところで立ち止まっている暇はないんだ。俺はミスター三冠チャンピオン。今回のチャレンジャーに関しては生理的に無理と投票しました。32歳のラストボーイエス、ラストマッチがなんとなんとアブドーラ小林となったわけだ。1年前の2月23日小林と防衛戦を果たしている。あの時はタッグだった、世界タッグだった。今度は三冠だ。なんで1年間も俺はあいつに振り回されているんだ。そういった思いがあるようです。ならばリングでそれを全て払拭してみせる。それが三冠王者宮原健人という男だ。今日であいつとの関係も終わりだから、最高の試合で締めてみせる。俺なりの戦いであいつを成敗する。全日本50周年の主役はこの俺。Ladies and gentlemen, from Red Corner, 三冠ヘビー級王者宮原健人。その試合後、俺がアイムリーバックするとき、そのときお前がターゲットだ、そう言ってのけたのがまさに現実となりました。あいつはただの裸の王様。俺はチャレンジャーではない、暫定王者、要は三冠王者統一戦だ。そう言ってのけたのが大日本プロレスアブドーラ小林であります。来日魂を見せてやる。ここ後楽園を大日本一色に染め上げてみせる。たとえ腰や膝がボロボロでもスープレックスでお前を投げる。大天の覚悟でこのリングに向かったこの男はまさに一世時代の大勝負をかけてまいります。好意的に迎えられている大日本プロレスアブドーラ小林。宮原との一戦、策はあるのか。1年前にはフォール負け、今度は逆にスープレックスでお前を成敗してみせる。チャレンジャー大日本プロレスアブドーラ小林。試合前にチャンピオン宮原健人選手よりドリームハックジュニア PWF 会長代理人大隅義雄様へチャンピオンベルトの返還です。
イベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者第4プレス300リポンドアブドラ小林。さあこの一戦名乗りを上げたアブドラ小林、第2本プロです。三冠ヘビー級選手権者240ポンド宮原健斗。第65代三冠ヘビー級チャンピオン全日本プロレス宮原健斗。レフェリー和田恭平。サバクレフェリー和田恭平。そして解説は大森隆夫選手です。よろしくお願いいたします。はい、ワールド大森です。よろしくお願いします。さあどうなりますかね、この一戦は。いやもう待ち待った選手権ですからね。入場の時からですね、はい、やっぱり小林選手の意気込みが違いますね、はい、違いますね。何か感じるものがありますね。あのガウンというか、はい、高級感ありましたもんね、はい、ありましたね。さあいよいよ始まります、両者の戦い。三冠ヘビー級選手権試合。大森選手ちょうど1年前が世界タッグで両者争ってるんですよ。ああそうですね、でジャーマンで宮原が勝ったんですけれども、はい、もうそれ以来もうずっと付け狙うといいますかね、はい、まさに同じようなシチュエーションで今度はシングルのタイトルマッチでこの両者がね相まみえるとは。そうですね、びっくりですね。当初はアブドーラ小林は1月の2日ジェイク・リーのタイトルに挑戦するはずでした。しかしそれがジェイク・リーの欠場によりまして負傷によりまして亡くなってしまいました。そして王座決定トーナメントの末そのタイトルを手にしたのがこの宮原健斗、実に2年ぶりということになりました。ですからアブドーラ小林にとってはその、まあ、V でも言ってましたけれども、はい、チャレンジャーではなくて俺は暫定王者だから、はい、王座決定戦だ、まあ、そんなニュアンスですよね、うん、そうですね、2点3点して、はい、うん、そのぐらいの意識が、まあ、あっても不思議ではないといえば不思議ではないですね。あの小林選手の言ってることも分かんなくもないですね、はい、ほうほうほう、同じファイターとしてね、はい、横から攻める。しかし受けた。おー序盤戦の攻防バックを、おっとどうだ、おーっとなんとこんな器用な面も見せてくれた。くるりと回転しながら足を攻めましてテイクダウンを奪いましたアブドーラ小林であります。キャリアでは小林です、26年間です。26年間地べたばかり見ていたこの男はさまざまな光景を見てきたんだと総称しました。ただあいつは守られたチャンピオン裸の王様なんだそう話していたのがこのアブドーラ小林。これはさまざまな、はい、何気にですね、はい、安の見割りですよ。おそうですね、はい、何か意識するところがあるんでしょうか。全日本プロレスは50周年を迎えている今年2022年であります。腕を取る、そして両外線、おおビッグブーツだ、すぐに中へ、しかし今度はおお鉄柵にぶつけます。まあ、どちらが勝つかと、その宮原がですねファンに問いただした地方大会ありましたけれども、はい、ほぼ五分でしたもんね。そうですね、アブドラ小林選手の支持高いですよね。高いんですよね。全日本の中でも確固たる地位を築いていると言っても過言ではないかもしれません。やっぱり、応援してくれてるファンの方の中で、はい、小林選手に自分を投影して見てる人も結構多いんじゃないかなと思ったんですよね。あ、そうですか。決してその日の当たるところだけを歩いてないんですよね、アブドーラ小林はね。そうですね、いろんな風景眺めてんですよね。いやもうあの泥水も正直すすってきたんじゃないかなと思うこともあるんですよ。それがファンの共感を呼んでるかもしれませんね、はい、第4プロレスのファンの人
から見たら、はい、やっぱりそうかもわかんないですね。そうですね。全日本プロレスに、はい、のいつも応援してくれるファンの人からしたら、はい、やっぱりなんか異星人ですよね。ああ、そうですね、まあ。エイリアンですよ。ほう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 。こういうタイプの選手ってやっぱりいませんから。はい、そうですね。エイリアンですけれども、彼の生き様に共感するファンがいるってことですかね。いや、そういうことなんですよね。なるほど。確かに人間ってのはいろんな局面をね背負いながら生きてるわけですから、はい、共感するといえば分かるような気がしますね。さあ、そして2人の戦い、再びリングの中に移された。スマートなこのチャンピオンの宮原健人、決してスマートとは言えないんですが、アブドーラ小林、なぜかファンの支持を仰いでいる。それは今大森選手が言ってくれたその言葉に尽きているかもしれません。まあ、あの小林選手、第4プロレス、はい、そのこの2つに対して間違いなくナショナリズムはあると思うんですよね。はいはい、それは確かにありますよね。全日本プロレス、はい、全日本プロレスだけしか見てなかったらそれはちょっとやっぱり分かんないですよね。はあ、なるほどね。そう、第4プロレスの入場テーマがかかった瞬間、はい、やっぱりあの応援に来てる人たちは、はい、テンション上がってると思うんですよね。ほうほうほう。それはあの伺い、あの今日もあの横断幕とか、はい、タオルもっと応援に来てくれてる方が今、はい、いらっしゃいますよね。そうですね、はい。さあ、例のリングでその結果を残すことができるのか、アブドーラ小林であります。さあ、ブルーのパンチ攻撃、今度は体勢を入れ替えていく。さあ、ニュートラルコーナーでの攻防となっている。非常にやりづらいものがあるのかもしれません。宮原、31歳のラストマッチもこのアブドーラ小林でした。そして32歳のラストマッチもこのアブドーラ小林になりそうだ。おお、軽く出していきました。さあ、スタン・ハンセンのリューソルゾー、軽快ですね。そうですね、乗ってまいりました。なるほど、ダイビングか。わあ、さあ、このエルボーは自爆。さあ、バカチンバエルボーは自爆。しかし、一発一発に思いを込めてアブドーラ小林であります。カバーセマフェイ。さあ、セコンドは早とか、一旦外に出ます。エプロン上です。さあ、この大きな男を投げるか、ファイルドライバーに行くのか。ここは硬いんです。リング周りが硬い。それでも懸命に上がりようとしている。相手は重たい160キロ。一旦離れた。右強烈、全てを吸収してしまうかのようなアブドーラ小林のその体。ヘッドバット。オッケーナイス、オッケーナイス。宮原も得意としているんですが、いや、これで、いや、スクズク、はい、あ、なんか狙ってますね。狙いますよ、これエルボーでしょうかね。バカチンがエルボーでしょうか。きたー、オッケーナイス。今度は決まりました。パッと見ですね、はい、スクズクこうやって見てると、はい、本当にアブドラザブッチャ似てますよね。似てますよね。なんかブッチャがマイサンって言いましたから。マイサンって言ったんですか。それブッチャも認めさせた。ブッチャも認めさせたっていうね。それはモロホンの本物です。はい、ブッチャに憧れ、ブッチャの遺伝子も受け継ぎながら、このアブドーラ小林であります。
その似てるというものも小林選手も年取ってますます磨きがかかってきてるんじゃないですかね。何かその演じ込みを増したというか、そうそうそう、ブッチャーの中重みというか、そういうものを感じますよね。そうですね、それは大森選手は一番よく分かってると思います。セバン、そういったものを全て背負いながら戦っているアブドラ小林、26年のキャリアを誇っている。セバン、セバン、あくまでも中でやらせようとしている名誉レフリーの和田恭平、フォールに入ったのはアブドーラ小林だ。ロープです。問題はスタミナか。2020年世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕戦、このアブドーラ小林がこの宮原からフォール勝ちを奪っています。ですから自信があるのかもしれない。ボディへ一発、強烈なボディーブローを放ってまいりました。そしてもう一度、ちょっとギリギリなところのパンチですね。ローボディ、あーこちらはエルボーだ。正面から手刀を落としていく。ビッグブーツ、さすがの小林も倒れた。やはり大森選手、はい、ちょっとチャンピオンもやりづらそうですね。やりづらそうですね。今日でアイスとの戦いは終わりにすると、そう宣言しておりました。完璧なセリーカウントが求められるわけだ。もうしかし立ち上がるアブドーラ小林、これぞ大口魂、足をキャッチ、さあバックドル、これをかました。おお、強烈だ。振り抜きましたアブドーラ小林。このシリーズ隼人をジャーマンそうでした。ここで見せるのか、スープレックス、膝が腰がボロボロでも俺も投げるんだと言った。まずジャーマン投げっぱなし。いや 今のジャーマン不完全な分ダメージ、はい、あるんじゃないかな。逆にね、はい、なるほど。さあ小林がなんとなんとトップに上がるのか。一つ一つ確かめながら上がる。今度はセカンドロープ、トップロープに上がる宮原気がつく。この大きな体を持ってしてもどうなんだこの攻防は。宮原が投げるのか、それとも小林か。小林もタイツを掴んだ。投げたのは宮原、流れ式のブレーンバスター、バーニカルスープレックス。この表情、あ、かなりグラッキーか。やはり体重背負ってますからね、ちょっと小林選手のアップになった時に、はい、ちょっと表情に今ちょっと覇気がなくなってきましたね。そうですね。さあバックを取るのは宮原だ。二冠戦太い胴回り、腕回ってんのかな、どうでしょうね。いやなかなか、これシャットダウンがちょっと難しいかと思うんですよね。前回はジャーマンでした。やはり大森選手、はい、手が回らないんじゃないでしょうかね。回らないんですかね。あ、ちょっと足りないでしょう、ちょっとこのお腹が、ね、回りそうもないな、腕を取って、どう出る、出てよ、あ、出てて突き刺してまいりましたアブドーラ小林。
となった。まだまだだと。さあ再びチャレンジをする。これポジション的にはバッチリですね。そうですね。これエルボ落とすには。さあ最上段に上がった。出たー。赤チンガーエルボー。いやーこれは大丈夫か。決まったぞ。どうだ。取ったか小林。いや本当にギリギリですよ、これは小林大チャンスを迎えている。大日本に三冠のベルトを持ち帰ってしまうのか。宮原初防衛戦で散るのか。チャレンジャーチャンスを迎えた。小林が何を狙うんだ。宮原大丈夫か。この数は160キロオーバー。それがあの上から降ってまいりました。おそらく体感は200キロ以上だと思います。それを食らってしまいました宮原健人。地獄好きボディ。ローリングします。バックブローを放す。しかし正面からいった。これは突き刺すようにブラックアウト。もう一度繰り返すこと3回。小林倒れない。背中で受けた。背中で受けましたよ。これあえて背中で受けたんですかね。立てにしたのかな。かもしれません。倒れません。倒れない。バックを取った。バックを取った。ジャーマンだ。ジャーマンスープレックスホールド。返した。1年前の2年前はその鉄は踏まないんだ。ジャーマンでリングに落ちた時に、はい、頭からものすごい音がしました、ね、そうですよね。再び狙うか宮原健人。どうだ。今度こそと人間鏡を描いた。16分の宮原健人です。よく投げました。はい本当ですね、そして小林もよく返しました、はい、最後はい、正当なジャーマンだったら手回ってましたね、はい、あそうですね、シャットダウンはちょっと回りませんでしたが、はい、やはりジャーマンはなんとか回りきって、これで投げようというね、そういった意思を感じました、はい、まあしかし小林がここまでやるとは、まあさすがですね。大日魂を、ね、見せてくれましたね、はい。さあ果たして宮原が言っていたようにこの2人の関係は終わってしまうのか、ジエンドにするのか。さあこの辺りのこの後のコメントにも注目をしていただきたいと思います。やりましょう、はいはいはい、もしかしたら試合終わってですね、はい、試合を通して宮原選手の中に何か動くものが変化するものが芽生えてる可能性があるような気がするんですよ。そうですね、あるかもしれませんよね、小林選手に対して心境変化があるかもわかんないですよね。まあ当初は嫌悪感だったものが何か変わってくる可能性もありますね、もしかしたら認めた的なことも、可能性としてはゼロではないと思います。あ、なるほどね、同じ舞台で戦ってきた大野隆夫選手だから言えるコメントだと思います。まず難敵を退けました。2月23日。今年は武道館大会も待っています。9月18日。ここまでこのベルトを死守することができるのか。まさに
地球を占めているこの全日本マット、さまざまなことが起きています。その中の一つ、アブドーラ小林の挑戦表明、真っ向から受け止め、それを退けたわけです。宮原健人、今改めて手を挙げられました。勝利が告げられました。セコンド降りろ。おい、アブドーラザ小林、いや、アブコアブコ、あ、お前と先月23日にこのベルトをかけることが決定した1ヶ月間悪くなかったぞ。おい、アブコ、お前は暫定王者と意味がわからないこじつけでプロレスファンを騙し、この三冠戦線までファンを洗脳し、あたかもそれが正しいかのような言い方でここまでたどり着いたプロフェッショナルとしては尊敬するぜ。何もないところから作り出す、それがプロフェッショナルレスラーだ。お前なかなかいいレスラーじゃねえか。ただな、今後は一切俺に絡まないでくれ。ただな、今日ばっかりはな、お前を応援するファンも来てるんだ。1分間だけ時間やろう、喋っていいぞ。まずは全国全世界のアブドーラ小林ファンの皆さん、申し訳ございませんでした。そして宮原健介、よく聞け。アブコまで覚えてくれて俺をプロフェッショナルとして認めるんだな。ここにいるみんなは知ってる、アブコじゃなく通称俺はアブコプロ。アブコプロ、ハッシュタグアブコプロ、トレンドにもしたことある。宮原健介、この機会にアブコプロまで覚えてくれ。聞いたよ、ありがとう、愛してる。ファンの声援を浴びながら今下がります。ある意味すごいことですよね。そうですね、ここまでファンの支持を集めました。敗れたとはいえあっぱれ。まだ歩けるからな。最後の言葉やっぱりちょっと重みがありましたよ、むしろ。はい、ところがな、ああいうところは気に食わないんだよ。付け足してくんだよ、あいつは。もう認めた感じで終わってんのに付け足してくるから嫌なんだよ。おい、生中継、お前どうせ VOD でまた見んだろ、アブドーラと小林。アブコ、一切今後俺に関わるなよ。ともかく初防衛だ。そして今日32歳ラストマッチだ。32歳の宮原健人はどうだったでしょうか。初防衛を果たし、次からの挑戦者は明日以降何かしらで動かしてもらう。次のチャレンジャーは明日以降だ。次の挑戦者は石川修司ですね。チャンピオン、防衛おめでとうございます。46歳になって若いやつに
譲んなきゃなって思っている自分がいたけど、よくよく見たら俺がやっぱり一番強いなって。エースなんて座はいらねえけど、強さの象徴の三冠ベルト、それは俺に必要だな。この50周年っていう大事な全日本プロレス、そして武道館大会に俺はそのベルトで持ってチャンピオンとして目に立ちたい。だから俺の挑戦くれくれよ。ああそうだろうな。最近のお前を見たらな、何か人に譲るリング上での動きにファンもお前を待ってたんじゃねえのか。ただな、今あんたが言う強さこそで全日本プロレスを証明すると、俺には俺の全日本プロレスを描く未来がある。あんたの未来と俺の未来で勝負しようじゃねえか。どちらが全日本プロレスの50周年の舵を取るかだ。舞台はもうここで決める。チャンピオンの権限で決める。春の大一番だ。3月21日大田区総合体育館で最高 VS 最強だ。春の大一番で勝負だ。お集の皆様、そして生中継を皆さん、ここから戻ろうさあプロレス会場の皆様、そして生中継をご覧の皆様、春の大一番3月21日に落ちここから戻そう春の大一番3月21日大田区総合体育館、みんな決定でいいだろう。また明日以降の告知を待つがいい。ただ俺は3月21日それに決定したと思ってるんだから、いいな。最後に今日は本当にありがとうございました。明日からの全日本プロレス、この50周年や、俺は1年間ベルトを必ず持ち続けて、過去にない全日本プロレスの盛り上がりを俺が作り上げる。これからも皆さん、応援よろしくお願いします。最後に会場の皆さん、並びに全日本プロレスティーニョの皆さん、全日本プロレス最高ですか。全力プラス最高でした。 OK ラスト、全力プラス最高でした。全日本プラス最高。さあということでですね、はい、全試合が終了いたしました、はい、それぞれのね賞もあったわけなんですけれども、今度は3月21日、はい、正式発表を待とうかと思いますが、はい、石川修司が名乗りを上げましたね。名乗りほぼ決定と見ていいんじゃないかなと思います。いやこれがね、続々と、まあ、9月の18日日本武道館がありますんで、はい、そこに向けて関係者も動きつつありますね。はい、動いてきましたね、そしてジュニアのタイトルも変わりました、はい、チャンピオンが変わった、はい、まあ、そのあたりもですね、まあ、ジュニア戦線も激しくなってくる、はい、さらには世界タッグもあってガウンドフィーリングもあるというね、はい、いやこれはね本当に今後の全日本プロレスの動きね注目していきたいですね。いやもう今日改めて解説としてですね、はい、試合を見てて、はい、
プロレスっていうのはやっぱりイデオロギーのぶつかり合いなんだなと思いました。ああなるほどね、はい、まあ、特にあの今日のメインイベント、はい、そしてジュニアの選手権試合、はいはい、それに僕はそれその2社にすごくそれを感じましたね。ああなるほど、はい、まあイデオロギー闘争と言いましょうか、まあ、プロレスというねこの文化がますますこの発展していくことを願いながらね、はい、この50周年、はい、全日本プロレスで、はい、大森さんと選手だったら30周年ですから、そうですね、まだまだ大森さん、はい、頑張っていただきたいと思いますよ、はい、頑張ります、はい、まあ、今日は皆さんと共にですねお送りしてまいりました、和田恭平レフリー、そしてブラックミン・ショーレ選手、そして大森隆夫選手、3名の方をお迎えしたわけなんですけども、大森さん、はい、今後も選手としてもそしてたまにはまた解説していただきたいと、はい、いやまだガツンといきますよ、はいはい、ぜひね、はい、全日本プロレスのねやはり歴史を語る一生人としましても、一生人ありがとうございます、あの貴重な存在なんでね、はい、ファイターとしても頑張っていただきたいし、はい、いろんな面で我々にいろんなことを教えてください、はい、で今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お送りしてまいりました2022エキサイトシリーズ後楽園決戦、ご覧のように最後は宮原健人が防衛に成功した、その勇姿をお届けさせていただきながらお別れをしたいと思います。